山さん、この、飯塚優、まあ、若いんですけどもリングスが大好きだということで、リアルタイムじゃないんですよ。 YouTube で彼は前田明選手でしたけど、そういったボルグハンプしたり、そういう不法投稿されたと思います。そうですね、サメージしかして、で、まあ、今日はですね、この優の先輩たちが、はい、集まっていきなりのこのさあ、回転隊中村大輔と佐々木様、まあ、僕の中でやっぱりね、佐々木浩介という名前が、佐々木選手は体を作り変えましたね。そうですね、こちらでね、関東で活動しているときは今より多分ウエイト多分500ほどね、多かったと思うんですけど、はい、だいぶシェイプしまして、あの痩せたというか絞ったから、そうですよね。さあ、このあたりさ、この黒のショートタイツ、中村大輔も今ね、UWK の選手負けたんですけども、本当にあの優の継承者もう彼なんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね。さあ、このあたり佐々木と中村という元 U5 キャンプ勢、まあ、同じ時期に、そうですね、練習してた選手たちですよね、本当に。さあ、握手を拒否する、久しぶりのこの再会であります。いや、でもね、本当に、はい、時代の後輩である田村和弘が自分でこの城を建て、団体を、ね、立ち上げて、この後楽園大会でみんなを呼ぶという、まあ、一人のこの男からのさあストーリーが生まれたわけでありますが、この辺りグラウンドの展開を見せてくれます中村と佐々木。そしてこの紫のコスチュームがユースピッツジャパン元ウルグアイの町屋の上山です。この上野はね、瀬野さん、はい、まあ、ディープでもチャンピオンだと負けました。そうですね、ヒーローズでしたり、まあ、いろんなその総合格闘技、まあ、いわゆる競技の方で実績を残してきた選手ですかね、まあ、リングスでも活躍しました。最後の UW インターのさあ、上山とこの中村もさあ、久しぶりのこのリング上の再会。さあ、この辺りシャープな蹴りを払いに、これで喧嘩四つでの打撃の攻防は右構えと左構えで、なるほど、これやっぱりあの優等生ならではですよね。さあ、この辺りのこの緊張感の攻防、まあね、ちょっとね、今日は叶わなかったですけども、この試合ね、まあ、僕はね、まあ、田村浩さんにもね、見てもらえなかったなという、はい、まあ、今日はね、元優等キャンプ勢が大勢参戦ということでありますが、さあ、この上山のこのシャープな焦点キック攻撃、そして中村のサイドバック蹴り、この辺り両選手ドアとスウェーデンかわす、ちょっとこの第1試合第2試合と完全に風天ですね、変わった攻防であります。さあ、そしてなかなかこういう焦点も交えた、はい、打撃の攻防というのがこんだけ長く見られるっていうのは、はい、ないですよね。なかなか見えないですからね。さあ、そしてこれはアキレス腱ですか。そうですね、さあ、逆肩固めを狙ってますが、実質はこのアキレス腱固め、さあ、逆に行くか、さあ、見たこの感じだったぞ、アキレス腱は、さあ、アキレス腱もうちゃんと、おーっと、STF ですか、 STF を狙っていく。さあ、この辺りは上山の上が吹き出しを、まあ、今日はこれで松山さん、みんなの技術ではないので、まあ、フリーダウン、フリーエスケープということですけども、まあ、実はフリーエスケープ、そしてこのフリーダウンの新鋭、出て1年になりました、飯塚、こちらのこのスカイピース、さあ、佐々木と飯塚という、さあ、飯塚も、飯塚、さあ、気持ちを全体に出してもらって、飯塚、飯塚、さあ、佐々木がこの後、さあ、そアキレス腱固め、これはね、飯塚もね、アキレス腱得意なので、この先輩佐々木に対して、さあ、飯塚のアキレス腱と佐々木、そうです、みんなと接近してますね。いやー、ね、飯塚のアキレス腱本当に持ちたんですよ。しかし、この後には佐々木が、さあ、かつての田村和弘にも稽古をつけたポイントあったんですね。佐々木に頑張るが、エスケートを奪いました。初対決ですね。さあ、そして今回は佐々木の蹴りのシャープだ。おっと、蹴りのリースか、あ、リースは負けたんですよ。リースの前でリースしてきた。あっと、佐々木は怒ったか、どう風景か、どう風景か。さあ、この蹴りかして、
玉美濃介対北村克弘さん、こういった試合もありましたけども、時代を経てこの飯塚に対して今度は上山。さあ、いやちょっとこの上山の飯塚の打撃はこれ完全に見えてますかね。はい、さあこの上山勇気、北村克弘にその打撃サブミッションの基礎を教えたのはこの男であります。前には行ってるんですけど、はい、そこはやっぱり上山選手、やっぱり今日の世界を決めるだけの人ですからね。ちょっとこの辺り、おっと上山は何だ、何ですかこれ、足音ですか。さあ、かねての1994年、運動芸人さんに当たったということですね。さあ、少しでもセコンドについていたら上山に出ますか。さあ、この夢同士と足音の授業、さあ、この2017年8月12日使ってまいります、山勇気。さあ、これは普段ね、結構人見知りで宮本さん多いんですけど、上山勇気もなかなかこの辺り面白い気がしかしてまいりました。さあ、ちょっと飯塚選手が揉まれる展開になってきましょう。ちょっとね、これ苦しいですね。そして佐々木が来ますよ。さあ、佐々木の2人で足を、はい、狙ってますね。さあ、ちょっとね、こうなるとこの飯塚の動きに影響が出るところでありましょう。あーっと、弾いていく。さあ、フライトメイヤーから佐々木が走り込んで、